私のケーキ屋さんが持ってるし、もうあれだから来るんだら4時起きしてきなって言われて、4時に起きてきたけどやっぱりないのね。それなんで、それからお父さんがじゃあ抜いてみるかなっていうのが始まりで、うん、抜いたんですよ。だからここは多分は平成17年かもしれない。はあ、うん、遊びがてらで、はいはいはい、だからみんな、仲間じゃないけど来て珍しがってね、はい、うん、ほとんどあの子でも友達がしてくれて、植えるのも全部みんなでやって、残ったのは木が残っちゃって大変ねえ、うちが植えたんが多分平成15年ぐらいかな。そう、ちょうどまだブルーベリーが北上野の一角しかなくって、うちはその北上野からちょっと行ったところなんだけど、何百メートル。よく私も北上野あの辺に花木センターだっけ？あ、直売所。あったからその辺に行ったり、友達がちょうど勤めてたからブルーベリーの時に行ってみたりね、あれしたけど。その子はもうすごく混んでるから入りたかった。そう、あの時はすごかった。あの時はだって道通ると車がこう並んでた。もう今そんなこと、ね、もう今そんなことね、もう撮るんが大変、はい、誰も撮りたくねえもん、あんなあっちい中。撮るもろくに目方が増えねえし、あんなん撮ってたって。1キロ撮るんだってね、余裕ないもんね。いや本当ですよ、本当。だからこれやった時にほら一人じゃできないから朝早くみんな頼むじゃないですか。はいはい。で、じゃあ6時からって6、7、8、9、9時にもう日が当たってくるから暑いから、今おっしゃるように暑いのはダメだよってお父さんが言うから、じゃあやろうって言うから、いいとこ一つ2キロから3キロ来ればいいしかないね。ああ、そう、そうそうそう。で、なるときは一気にできるし。そうそう。もう植えられてるから罪は罪がないから一生懸命頑張ろうとは思うけど、思うけどね、罪みちんといろいろ出したら合わない。いやもうブルーベリー合わないですよ本当に。最初うちも農協に出してたけど、うん、もう選果するんが大変だし、うん、で選果機もあるけど、うん、取ったやつを選果機かけるとぐる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 回ってもうびちゃびちゃになっちゃうんですよね。ダメ、本当にブルーベリーは本当に大変だ、うん、そうかってね、いいかなと思うとそれほどでもないし、だからそれだけ木がなきゃいいんですよね、できる範囲だったら。できる範囲だったら全然いいんだけど、いいよ、ね、うん、うちもだから何、うん、もう1000本近くあったんかな、もうそれ半分にしちゃったもんな、うん、引っこ抜いて、うん、でもこんなにあれをしてるんだね、じゃあもうちょっと新鮮なやつも喜ぶし、なんか私も喜びだろうし。すいませんね、作業中に。あ、いいんです。私なんかもいつやめようかいやいや、動けなくなるからずっと動いてた方がいい。本当に。これは何なんですか。白山荘で使ってたやつなんか。これはでっけえな。みんなが借りてるとこだから、下にしちゃ悪いと思って、あ、私と会議しようと思ってます。もう私と共にダメです。まあ頑張ってください。ありがとうございます。じゃあどうも。やべえ、時間つぶっちゃった。まあその坂東のよ湯は新しくオープンするみてえね。まあここは眺めがいいんだけど、まあ辛口なことを言うと首都圏が見えねえのが残念だ。まあ町に住んでる人はこの鳥のさえずりっていうのがすげえね、この耳に響くみてえね。
いやこっから坂東橋見るのいいな。こんな風になってんだな。あそこが三幸田の目がそうだな。いや冬場来てえな、ここに。